応候補としては自衛隊とか、うん、そういうところも一応こういう口利きしてもらっていたので、うん、自分でもなぜ今こうやって絵描いてるのか、まあ、不思議なぐらいの時もあるんですよ、うん、自衛隊を目指していた男が見つけた自分だけのアート。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は現代美術家笠原博隆。スポーツに明け暮れ、ゆくゆくは自衛隊に入ろうかと思っていた彼が芸術を志したきっかけは、たまたま、まあ、高校の恩師が、まあ、こういう世界もあるからお前ちょっと見てみろって言うんで予備校のパンフレットもらったんですよ、うん、で行ってみたらやっぱりそのなんていうかな、真剣にやってる人たちなので、うん、まあ、それを見た時になんか自分のなんかもう一つ違うものが出てくるんじゃないかと思って、うん、あの予備校を通い始めて、やるからには真剣に、それはスポーツに打ち込んできた男の意地。まあ、やっぱり先輩たち見てるとやっぱ自分が描けないっていうのがやっぱ悔しいんで、やっぱ家帰っても練習したりとか、やっぱり指から血が出るぐらいデッサンしたりとかして、まあ諦めちゃうと、まあそこで終わっちゃうじゃないですか。せっかくまあその恩師が勧めてくれたので、だからまあ恩師に裏切らないためにも必死になってあのやりましたね。努力と根性、芸術とは無縁とも思えるハートで見つけた自分だけの芸術。まあ、シリコンだけで最初やってたんですけど、たまたまそこにペンキがかかってしまって、そこ取って捨てたんですけど、でしばらくしてその捨てたやつ見たら、その弾いた柄なんかもすごく魅力的だったので、これをじゃあもっと全面的にちょっとやってみようというんで、はい、あまりイメージとして何を描こうというのはやっぱりないんですね。自分の思ってないものができた瞬間っていうのが一番楽しいですね。思ったものができた時の方がワクワク感はそんなにないというか、失敗した方が次にどうこうしてやろうかなっていう発想がどんどん出てくるんで、失敗もやっぱりないと次につながっていかないというか、今の作品もやっぱり失敗の繰り返しでだんだん今の作品のようになってきたので、失敗してもそこから次へとつなげる、そんな笠原博隆のブレイク前夜。まあ、これからやっぱり10年20年経験したことがまた10年後にどうなってるのかっていう、その楽しみですね。分かんない楽しみがあるから続けているのかなとは思いますね。まあ、自分の人生みたいな生きた証みたいなものがこの画面からなんか出てくればいいなと思って描いてますね。次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は日本画家川又聡のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。